も温かいご支援をいただきありがとうございます。日本財団ドネーション事業部です。企業の皆様からいただいた多くの温かいご寄付を活用して様々な事業を実施することができております。寄付金を活用している現場の様子を動画で紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。子どもたちにとってすぐに行ける、近くにある、身近に自分が行きたい居場所、いたい居場所がある、居場所が多様であり選択肢があるということがやはり重要だと思っております。それによって課題を抱えた子どもが一人取り残されるということがないように、そんな社会を目指したいと思っております。皆様のご協力本当にありがとうございます。やっぱり住民さん含めたボランタリーな取り組みをもっと広げていきたいというところで、拠点というところを各地に作っていこうという動きも本格的に始めたところになります。災害対策拠点ではチェーンソーの研修ですとか重機の扱い方の研修を行っております。一般の方もそういった技術を身につけることで、災害が起きた際に現地で即戦力となれるような人材を育てていきたいと思っております。近年では豪雨災害も東北の方ですとか、普段これまであまり多くなかった地域でも災害が起きるようになってきました。我々だけの資金や限られた NPO の活動だけでは被災地支援は到底間に合っていません。これからも皆様の温かいご寄付、そして実際に現地にボランティアに来ていただくといったような活動でご協力をいただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。多くの避難民の方がですね、この奨学金を活用することによって将来日本で働きたい、日本で住んでいきたいといった夢をですね、叶えることができるようになるんじゃないかなと思っております。これらは多くの企業の皆様からの寄付のおかげでございます。ありがとうございます。皆様のご支援のおかげで、多くのウクライナ避難民が日本語学校で日本語を学ぶことができました。本当心から感謝しております。それまではスポコミワールドカップを通じていろんな人に関心を持ってもらって、でゴミをちゃんと拾ってもらって、海に流れるゴミを減らしてもらって、で最後はもうそんなゴミがない、スポコミをできないという世界を目指したいという思いはあります。日本財団だけだとですね、やっぱりできない部分というのが本当に多いです。でそこでやっぱり企業さんの力っていうのをいただけると、事業も広がりますし、大変ありがたいなというふうに思ってます。ですのでご寄付ですね、もう本当に1円でも無駄にしないように、どうやったら海洋環境のためになるかということを考えて事業を作ってでやっていきますので、引き続きご支援をいただければ大変ありがたいと思います。まだまだこうやってきたことがスポーツ界の中でしかまだ伝わってないのかなと思っております。我々としては社会貢献を当たり前にしていく、世の中の中で当たり前にしていくというところであるので、スポーツ界がそういったことをやっているというのをより広く多くの方に伝えていき、スポーツファンならず他の方にもそういった意識を持っていただきたいなというふうに思っております。皆様の寄付からですね、こういった取り組みができておりますので、本当にありがたく思っております。発達特性があってコミュニケーションだとかに苦手があっても、ここにすごく能力の高い学生さんって多いんですよね。それがなかなか就職活動ですとか就職してからの場で生かされていないということがあるので、多様な方が活躍できるような世界を目指して活動をされています。引き続きぜひご支援をいただけたらと思っています。企業の皆様からのご支援のおかげで様々な活動を実施することができました。お預かりした寄付は日本財団として間接経費は一切いただかず、全額を社会貢献に活用させていただきます。企業の皆様に寄付してよかったと思っていただけるような活動をこれからも続けてまいりますので、今後ともご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。